皆さんこんにちは、カリカヌル女子校ギターのフミヤです。本日はですね、このメインギターのギブソン SG スタンダードについて、ご紹介していきたいと思います。まずこのギターはですね、2011年製のギブソンカスタムショップのギターでして、僕が出会ったのは2017年、仙台のね、中古楽器屋さんというか中古屋さんで見つけたんですが、その時はですね、値段が結構高くて買えないなと思っていたんですけど、2年ぐらい、売れ残っていまして、かなりね、10万円以上の値下げがあったので、その時に、2019年の11月に購入しまして、今ですね、購入から3年、ちょうど3年が経ったようなところです。まず最初にこのギターを手に入れた時には、ギブソンのSG カスタムというギターをメインで使っていまして、買ったばっかりではちょっとライブに使うのはちょっとなという感じの、まあ、なんていうんですかね、音抜けとかもあんまり良くなかったんですが、だんだんね、リペアを重ねて、ライブで使えるようにしたような感じです。で、今回はね、その改造点なども、皆さんにお伝えしたいと思います。まず最初ですね、ボリュームを絞ったりした時にすごく音がこもってしまうので、コンデンサーをまず変えています。こちら裏蓋をネジを外して開けると、ここにボリュームとトーンのポットがありまして、ここについてるのがコンデンサーですね。こちらをヴィンテージの1950年代60年代くらいのスプラグのバンブルビーというものに変えまして、リア、こっち側が、0.22 の、400V、こちらフロント側が 0.22 の、200V の実測値のものを使っています。フロントの方がね、電圧を下げて枯れた感じ、意識して使っています。で、この配線材は WE ウエスタンエレクトロニックの、配線材、60年代のブレイデッドワイヤーCTS のポットに変えました。そしてピックアップですが、ピックアップはギブソンのバーストバッカー1-2だったものをベアナックルのザミュールというものに変えました。で、ブリッジですが、ブリッジはコマだけ、金属製の、ブリッジだったもの、サドルだったものを、ナイロン製のサドルに変えて、溝を切ってもらってね、調整してもらいました。で、アームですが、アームもね、ここネジをちょっとマイナスネジに変えまして、ここの角度ですね、ここの角度は、腕力でちょうどいい角度になるように、変えました。トラスロットカバーは無地のもの、ギブソンの純正のものに変えて、ペグですね、ペグは最初クルーソンという樹脂プラスチックのペグのやつだったんですけど、グローバーの金属製の、102N というものに変えましたが、最初は70年代の、クロームの、ヴィンテージのペグをつけていたんですけど、ライブで使うということで、現行のね、ニッケルのヴィンテージタイプに変えました。あと、ナットですね。ナットは、プラスチック製のものから、牛骨、牛の骨ですね、を、オイルにつけたものをね、つけていただきました。トレブルを上げてもキンキンしないで、いいところだけ抜けてくるようにしています。それからですね、リアのトーンをね、常に5とかそのあたりに絞って、フロントとの音色の差をね、帯域は変えずにキャラクターだけ変わるような調整で使っています。サウンドチェックに参りましょう。まず、リアピックアップの歪み、
こんな感じですね。まあ気持ちいいドライブトーンなんですが、ボリュームを絞って今、ボリュームを8ぐらいです。すると、バッキングに最適なくらいの音になります。続いてフロントピックアップですね。まあフロントに変えてもそんなに音のなんていうんですかね、レンジ感が変わんないというのが僕のギターの特徴でして、音色の太さだけが変わるような感じ。フロントはね、こうちょっと絞った時のまあブルージーなトーンというか、で最近よく使うのがですね、ミックスポジションといってフロントとリアが同時に出る音なんですが、結構きらびやかな音がします。でもこのセンターっていうのは僕は結構セミのバッキングとかで使ってまして、ちょっといい具合に引っ込むのが、バッキングとしてはかなり使いやすいなと思っています。このようにね、空間とかを駆使するとかなり綺麗なアルペジオも出せますし、太いリードサウンドも出せてかなり気に入ってる一本ですね。このギターがないとカリカヌル女子校ではライブできないなという気がしています。いかがだったでしょうか。こちらのね、ギブソン SG スタンダード、レコーディングでもライブでもかなり使っているギターでして、改造もかなり施しているので愛着もかなり湧いています。特にねこの、アームですね、こちらがついていることによって、音に浮遊感が生まれるということで、かなり今のバンドの音になっているなという気がしています。ということで、カリカヌ女子校のフミヤでした。ありがとうございました。